ということで、ガンデオブバンバンのファンメイドも含めた全キャラクターを見ていこうパート 2! イエーイ !8 月11日ついにチャプター4リリースやって、イエーイ前回、ガーデンオブバンバンのファンメイドも含めたもう全キャラクターを集めてみんなで見てみようっていう動画を出したんやけれども、そこからね、2ヶ月経ちまして、やっぱりね、キャラクター数もまたまたどんどん増えてきたっちゅうことで、このタイミングで第2弾をやっていきたいと思います。まあ、チャプター4のリリースもね、もうじきっちゅうことで、ここでもう一回ね、ガーデンオブバンバン熱をブワーっと上げていこうっちゅうことよ。で、それにあたって今回も新たに増えたキャラクターたちご用意いたしました!それがこのキャラクターたちでーす!じゃじゃーん!どう?みんなどれぐらい知ってる?もうなんかカラフルすぎて目チカチカするけどな。で、前回に引き続き、まあ普通にね、紹介するだけだとちょっと動画が味気ないっちゅうことで、今日も大運動会ということで、キャラクターたちにここバーって走ってきてもらって、ぴょーんって飛んで、どれぐらい奥まで飛べるか、高く飛べるかっていうのを競うっていうのも合わせて大運動会やっていきたいと思います。さあみんなも動画見終わった後に、どのくらいキャラクター知ってたかっていうのをぜひコメント欄で教えてください。今チャンネル登録者10万人目指してるので、ガーデンオブバンバンが好きな方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。そして本日紹介するお菓子がこちら、マイク&サリーの 4D 組。じゃあせっかくです。サリーとマイク2体同時にいただきます。おー、サイダーとマスカットの味が広がって美味しい。あ、コメント欄でお菓子紹介これからもやってねって言ってくれたみんなありがとう。さあ、じゃあまずはね、一旦前回の結果だけこうやって順番並べてまとめました。ね、できれば動画を見てもらった方がよりわかりやすいんやけれども、一応ね、こういう順番で、なぜかこのミートボールが一番飛んだっていうな。よくわからへんねんけど。で、そっからずらーっと。こういう風にね、うわいわいすごいすごい、ほら。で、このキャラクターたちはもうここにすら届かんかったっていうことで、もうこの橋の下にいてもらってるっていうね。で、ここにいるキャラは天井に挟まってもうて測定ができひんかったキャラっていう感じでごぜえやさ。はい。じゃあこんな感じでね、今日も順番に並べていきたいと思います。さあ、じゃあもう早速ね、チャプター4で鍵になってくるこのキャラ行きましょうか。じゃあ、ジェスターさんです。新キャラやね。はい、じゃあね、こんな感じでね、キャラクター動かしていけるから見ていきたいんやけど、ジェスターって頭避けてんのこんなん怖っ、このキャラクター。そう、このキャラクターがチャプター4で初登場するって言われてるキャラクターやな。めちゃめちゃ楽しみよな。みんなこれは覚えておきましょう。ジェスターやね。なんで、この技なんなんこれ。これ、ようわからん。プロレス技みたいなしよるけどさ。はい、じゃあ今日もね、このオレンジのラインをスタートラインにしてやっていきたいと思います。さあ、じゃあまずは1人目、ジェスターさん。お願いしますはい、レッツゴーいけ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 よっしゃ、いくでおいよーめっちゃ飛んでるやん。お、すごいすごい。なんか羽みたいに使ってる。おー絶妙な場所。さあ、じゃあ次このキャラいこうか。これはな、チャプター3に出てきてびっくりしたよな。シャマタキタマタキ変な名前。本作で見てもさ、なかなか気持ち悪いビジュアルやったけど、やっぱりこうやって見ても気持ち悪いな。うわー気持ち悪いすげえ。うわ、怖っこれ。まあ、どっちが玉滝でどっちが茶またきかは分からへんけどな。はい、じゃあ、玉滝、茶またき、お願いします。おい、レッツゴー頑張れ、頑張れ。あ、遅いな。亀やから遅いんかな。よいしょすげえすごいすごい。飛んでる。あ、危ねえギリギリやん。全然飛ばへんよ。本編で出てきたキャラで言うと、デビルバンバンやね。あー、すごいな。怖いな。こんな走り方やったわ。すごい、めっちゃ忠実に再現されてる。チャプター3の最後でな、うわー追いかけてきよんねんな。で、オピラバードに乗ってさ、必死に逃げるんやけどさ、いいね。さあ、じゃあ、デビルバンバン、おー、ごめん、蹴った運んで。さあ、じゃあ、デビルバンバンにも行ってもらいましょうか。はい、レッツゴーデビルバンバンのポテンシャルは高いからだいぶ飛ぶんじゃう。おい、よいしょおー、微妙やけど、詰まってもうた詰まってもうた、早速。詰まってしまった場合は、ここにいてもらうと。じゃあ次はな、このキャラ行こうかな。これ、タマタキ、チャマタキとはまた違うんやんな。これ名前がな、定かじゃないねんけど、ハグタキ、ダマタキみたいな名前やねんけど、ほんまタマタキ、チャマタキのパチモン感すごいねんけど。リボンとか尻尾についてるから、彼女みたいな設定なんかな。あ、やっぱりでもせやな、後ろほら髪くくってる。怖っ、叫び声怖っ。上から見ても気持ち悪いね。さあ、じゃあこのキャラクターも飛んでもらいましょうかね。お願いしますはい、レッツゴー、いけいけいけ、頑張れ、よいしょ。ああ、飛び方しちゃえばってことは、あ、でもさっきより飛んだぞ。ここ、あ、バンバリーナの後ろや。結構みんなあれやな、綺麗に並んでるな。これ均等に、だからこの辺とか埋めていきたいな。ちょっと間あるところが気になってくるこの頃でございますけれどもね。はい、じゃあ次このキャラ行きましょうか。これがな、チャプター4に出てくるんちゃうかっていう、今一番の有力候補らしいねんけど、ハンキー・ジェイクっていうキャラやって。これはゴリラのキャラクターやねんな。ゴリラやな。口でっかんで。これ帽子かわいいな。工事現場のおっちゃんがつけるヘルメットつけてるやん。手の癖すごっ。お尻赤ー、かわいい。お願いします。はい、レッツゴー。いけいけ。ゴリラどれぐらい飛べる？よいしょ。うおー、すごい。うおー、お尻やっぱかわいい。よいしょ。おー、なんか、すごい間に入ったで。スティンガーフリンとナスティーナックの間やな。さあ、じゃあ次このキャラ行こうか。なんか変な動きしてんで。足のスクワットでもやってんのこれ。さあ、このキャラがね、ハングリータミーっていう名前やね。さあ、これどんな、うわー、すごい。そんなお股開くの？ちょっとお股開きすぎちゃうこれ。カマキリみたいなことなんかな。手をなんかシャンシャンシャンってする感じが。じゃあ、ハングリータミーお願いします。はい、レッツゴー。いけ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 。さあ、どうなるどうなる。よいしょ。あ、結構いく。あ、いいぞ。結構いく。あー、どれぐらい。よーい。もうこれまた変なところ。さあ、じゃあ次はこのキャラ。これがね、バットっていうキャラやねんけど、このキャラクターも結構チャプター4に出てくるんじゃないかっちゅうので噂されてんのよね。めっちゃラスボス感あるよな。おー、すごい。なんか走り方へん？かっこええんかダサいんかわからへんな。なんなんこの歩き方。気になるわ。あれ。小学生とかでいたよな。走り方めっちゃ癖あるやつ。この背中の触手がどう出るか。お願いします。はい、レッツゴー。いけ。おー、すごいな。よっしゃ、頑張れ。おっ、これは天井、あ、いいね。ちょ、待てよ。いや、変なとこまた入ったね。いや、詰まりすぎやって、ここ。いや、仲良し4人組かよ。はい、じゃあ次はこのキャラ行きましょうか。これがね、マミー・フラウィーっていうキャラやねんけど、花やろな。で、手がさ、ジョーロなってんねん。環境に優しいキャラやな。で、足葉っぱなんや。かわいい。なんかマミー・ロングレックスに若干似てるような気もするけど。うわ、いや、じゃあ、ジョーロで攻撃すんなよ。オッケー、じゃあこのキャラも行ってみましょうか。お願いします。いけ、レッツゴー。さあ、このキャラどうなる？よいしょ。あ、これはどう？いいんじゃないよーしゃ。オッケー。ええ場所、間入ってくれた。はい、じゃあお次がこのキャラ。サッドセスっていうキャラクターやって。何このキャラクター。カブトガニ？ウルトラマンの敵とかでいそうやけど。あー、走ってる。特に特徴もないな。お願いします。はい、行ってください。まあ、このキャラはファン0人説あるね。飛距離とかもまあ普通な感じする。どこ行ったん？変な間入るやん、また。はい、で、次がこのキャラ。ちょっともう雑すぎひん？これ名前がミスター・グリムっていうキャラやねんけど、ペタグー組ぐらい平べったいやん。もうちょっとさ、まあ、ファンメイドやで。もうちょっとさ、丁寧に作ってあげてよ。それでは、ミスター・グリム、お願いします。あ、いけ！頑張れ君は雑に作られたから、ジャンプぐらいはできてくれ。なんか、スカイダイビングしてるみたい。うわー、変なとこにまた来よった、おい。平べったいから入れたけど。一回ちっちゃいキャラ行こうか。あ、じゃあこのキャラ行ってみようか。ラズキャットってキャラやね。猫ちゃんやな、猫ちゃん。おー、口がな、縦に裂けてんのが特徴やんな。あ、いいな。あ、この景色ええな。なんか、このアングルめっちゃ良くない？お願いします。はい、レッツゴー。さあ、小型キャラは今日初やからな。うわ、やばい、全然走らんぞ。よいしょ。おいよ。あ、結構飛んでる。うわー、危ない。おい、ちょっと待って。うわ、茶畑のお尻に顔入ってる。かわいそうなことなってもてる。あかん。これ助け出してあげて。かわいそうやから。あかん。ちょっとお下品なことなってもうたけど。ちょっとここに、いや、それでもお尻に寄ってるみたいやけど。まあ、ここにいてもらいましょう。じゃあ、次はこのキャラ行こうか。なんか目玉の永久期間で遊んでんねんけど。何このキャラ。これがね、ピンクっていうキャラクターやねんけど、そのまますぎひん？ちょっとな、レインボーフレンズみたいな雰囲気出てんのよな。この動作何これ。なんで、お尻から出してよ、見たら。高速でうんち出してる感じ？これで攻撃すると。はい、目玉、あ、なんか目玉、お手玉みたいな、ヨーヨーみたいな感じかな。お、すごいすごい。いやいやいや、やめろってだから。それではピンクちゃんお願いします。やめろやめろ、それやめろ。お尻から出すやつ。はい、いけ。よいしょ。え、おーのー、すごい。おー、向き、え、目がすごい。目、おーしゃ、変なとこ入ったまだ。うわ、でも見て、カラフル。この映像カラフルでいいね。やっぱさ、ガーデンオブワンマンでこうキャラ揃えば揃うほど個性的で魅力が増すよな。はい、じゃあこんな感じで次行きましょう。はい、じゃあこれであと半分って感じやね。これ行ってみましょうや。これがシアン・フィドルスってキャラやな。キャプテン・フィドルスの、何これ、でかいバージョン。めちゃめちゃでかいな。え、一応分類としてはキャプテン・フィドルスのジャンルでいいんかな？ DNA 的なところはキャプテン・フィドルスと一緒なのかな。さあ、じゃあどれぐらい飛べるか、ワンチャン天井に引っかかる可能性もあるけど、お願いします。はい、行ってください。頑張って。おっそ、おっそ、お、ちょ、あ、あ、いや、あ、いけた。ちょ、またそこかい。またそこかよ。お、すごい、なんかスライドしたね。さあ、じゃあ次はこのキャラ行きましょうか。これがね、スマイリーマイリーっていうキャラやねんて。なんか顔が、おじいちゃんみたいやねんけど。なんかこのキャラクターさ、レインボーフレンズのあの最新に出てきひんかった？シアンやったっけ？若干パクってない？一応なんか恐竜みたいなことなのかな？お願いします。行ってください。頼むから、あの密集地帯は避けて。頼む。お、これ行ったんちゃう？頼む。避けろ。密集地帯避けろ。おー。はい、じゃあ次このキャラ行きまーす。うわー、目充血してるわ。これがね、タクシクガゼルっていうキャラクターやねんて。タクシクっていうのは、日本語で毒っていう言葉があるらしくて、だからもしかしたら、このゲームでは毒吐かへんけど、本編にな、もし出てくることがあったら、毒吐くんやろな。お願いします。はい、レッツゴー。頑張れ頑張れ。タクシクガゼル。おー、めっちゃ飲んだ。いけちゃう。あんまりでも距離出てなかった。そこかい。まあまあまあ、いいでしょう。だいぶ詰まってるね。よいしょ。はい、じゃあ次このキャラいこうか。これはもう見たらわかるな。これがクモ。名前がスパイダー。そのまんま。可愛いのにな。名前スパイダーやって。えなんか色変わった。え、なんで？なんか擬態の技とか持ってんのかな。まあ、あのまま飛んでもらうと見失っちゃうから、じゃあこの状態でちゃんといけますね。はい、じゃあスパイダーちゃん。お願いします。はい、レッツゴー。頑張れ頑張れ。いけ。よいしょー。どうやろう。お、結構、いいかもしれん。結構飛んでる。いいねいいね。なんかスライドした気したけど、今日一の記録出た。ナイスナイス。さあ、じゃあこの勢いで記録出してもらおうか。じゃあ次、このカニ行こうか。これがね、クラブゼーラーって名前やね。手か足かようわからんところに口がついてると。おー、すごいすごいすごい。これ今走ってるスピードやねんけど。ゆっくりやな。これはあんまり期待できひんで。はい、レッツゴー。頑張れ頑張れ。おっそー。おっそ、歩いてるやん。やばいぞ。これやばいぞ。向こうまでたどり着くか。やばいぞ。あ、やばいぞ。届かんのか。あ、危ない。危ない。ギリギリや。奇跡の位置で止まってるやん、あなた。いや、今日最高記録とワースト出ちゃったけど。さあ、じゃあみんなこのキャラも気になってたんちゃう？これいこうか。これがな、スライムランチャーっていうキャラクターやねんな。目ギンギンやわ。スライムやな、このキャラはな。お、すごいな。おー、すごいすごいすごい。ラブラブもさ、こういうスライム系のキャラやけど、このキャラはより一層可愛げないな。なんか怖いな、どっちかっていうと。はい、じゃあスライムランチャー行っていただきましょう。フライングしてない？大丈夫？あ、してない。はい、レッツゴー。頑張れ、スライムランチャー。あんま飛ばれへんのんちゃう？お、待って。いいぞ。いけ。いい。素晴らしい。これはいい記録出たよ。最高記録出ました。さあ、残すところあと6体やけれども。じゃあ、このキャラいこうか。これがね、ロングジョーっていうキャラクターやな。細いな。ちゃんとご飯食べや。そう、これ、手に目ついてんねんな。さっきあの、目ん玉食ってお尻から出してるやつおったけど。なんなんそのパントマイム見してるような手は。宇宙人みたいやな、このキャラクターは。お願いします。はい、いっちゃって。うわー、期待できひんわ、これ。やばい、クラブジーラと同じようなことなりそう。頑張れよ。せめて向こうついてくれ。いけるな。せめて。うわー、危ないやんけ。危なかったやんか。クラブジーラの次やわ。クラブジーラ見てるやん、ほら。お前よわって。さあ、なかなかひどい結果が出ましたけれども。じゃあ次はこのキャラいきます。これがヌードル忍者っていうキャラやね。忍者の割にはかなり体でかいし、めちゃめちゃ動いてるけど、手長っ手長。どこまで届くの？だいぶほつれてるけど大丈夫？うわ、すごい。走り方猿みたい。お願いします。はい、これどういけるかな？頑張れ、頑張れ。よいしょ。おー、どこまで行く？うわー、いいよいいよいいよ。ちょ、変なとこ行きそう。うわー、すごいじゃん。うわー、もう上乗ってるやん、もう。いやー、ここもだいぶ詰まってるなー。よう見たら着地してないやん。さあ、じゃあ、あと4体。これずっと気になってたキャラ言っていい？これがジェイキー・ジョークっていう名前やねんて。あ、ちゃんとおへそある。見た感じ、ピエロやな。帽子の感じとかな。可愛さもあり、怖さもある。ちょっとハギーワギーみたいな感じ？人気出そうじゃない？子供たちから。それでは、お願いします。はい、頑張って！いっていっていって！さあ、どこまでいける？よいしょ！うーわ！うわ、ええんちゃう、ええんちゃう、ええんちゃう。結構いってるよ。結構いってるけど、そこかい。どれいこうかな。これいこうか。口の中怖え。なにこのキャラクター。これがね、名前が、ピンキースイーティーっていうキャラやって。すげえ、バケモン。口の中入ってみようか。俺は、うわ、すごい。漆黒や。漆黒や。うわ、すげえ。なんか柔らかそうなんかな。ヨギボーみたい。ただ、走るん遅いから期待できひんで。おい、頑張って。よし、うわー、遅いで、これどうなる？うわー、嫌な予感。嫌な予感。よいしょ、これは。あ、詰まった。上には飛べるタイプやった。はい、じゃあ、天井おつまりキャラはここにいてもらいましょう。はい、じゃあ、あと2体行きましょう。じゃあ、次、このワンちゃん行こう。うち、このキャラクターが今回の中で一番好きなんよ。これがな、レミーっていうキャラクターやねんけど、これめっちゃ可愛くない？目4つあるのは置いといて、ペットにしたいぐらい。可愛い、ほら。可愛い。ほら、歩いてる姿も可愛いのよ。ちょこ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 って感じで。さあ、じゃあ、レミーちゃん頑張ってよ。お願いします。はい、頑張って！君には期待しているよ。頑張ってくれ。いけいけ。よいしょ！どうですか？あ、ラズキャットよりは飛んでるけど？飛んでるけど、わー、なんかあれあれなんか入ってきた。誰かが跳ね返してんのかな。まあでもざっくりこの辺やったと思うから、ここ入っといてもらいましょう。さあ、じゃあラストのキャラ行きましょうか。これもみんな気になってたんじゃない？このキャラクターが、バナナザウルスレックスっていうキャラクターやね。バナナと恐竜が混ざってるっていう感じで、どんな動きするんだよ。うわー、すごいすごいすごい。早っ。うわー、すごいすごいすごい。うわー、すごい。馬みたいな音してんで。カタカタカタ。背中乗るとこはないか。さあ、じゃあ今回最後のキャラ、いい記録を出して、終わらせてください。お願いします。レッツゴー。頑張れ。よいしょ。どう？お、いいんじゃない？いいんじゃないか、これ。これ、いいんじゃない？来た！ミートボールを抑えての1番出ました。最高！ということで、以上で全キャラ並べ終わりました。一気に見ていきましょうか。ズドーンと、ほら、すごい。イェーイ、もうこの辺すごい。うろ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 。ほら、この辺が詰まってんのよね。うわー、すごないこれ。いい並びですね。いいですね。こんな感じでね。で、ここまでたどり着けへんかったのがこの下におって、ね、これ前回のキャラクターとかもおんねんけど、残念ながら、最下位はクラブジーラということで。で、残念ながら、計測できなかった飛びすぎたキャラクターたちがここにいると。じゃじゃーんと。結局、合計何体おんねや？ 1、2、3、45、56？57！ 総勢57体のガーテンオブバンバンのキャラクターが今現状いると。まあでもね、ガーテンオブバンバンの人気はまだまだこれからも伸び続けそうやから、まあそれに伴ってファンメイドキャラクターもどんどん増えていくと思うのでね、その都度またこういった企画やっていきたいと思いやす。みんなどのくらいキャラクター分かった？全員知ってる方とかおるんかな？ぜひコメント欄で教えてください。これぐらい分かったよとか、このキャラが分からんかったとか、このキャラが一番好きとか、もうどんどんコメント欄書いていってください。で、動画の最初にも話したんやけど、ガーテンオブバンバンのチャプター4がついに8月11日にリリースされるっちゅうことで、もうね、リリースされ次第最速でプレイして、で、動画も投稿していきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てくださった皆様、そしてガーテンオブバンバンが好きな皆様、チャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな！してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。